体調気をつけ。私、会社クビになってから。あ、クビ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 だったっけ？あんた。4ヶ月経ったけど、来週から仕事に復帰します！復帰おめでとう！頑張ろうね。朝起きるの辛いかもしれないけど。朝、早起きなのかな？仕事。応援してるからね。大丈夫。たまちゃんがいるから。もし上司がうざかったら、たまちゃんにいいな。ぶってやる。任せて。たまちゃんがぶってやるからな。もし、うざい上司とかうざい先輩いたら、右手でぶってやる。弱そう。あ、ぶつぞ。いいんか。やってみるか。試してみるか。ぺっぺっ。唾つけてからぶつからな。右手で。ぶってほしい。わ。わ。わ。一定層には喜ばれる。ご褒美で草、ご褒美で草。お前たち本当に気持ち悪いよな。最高だぜ。その気持ち悪さ。つばつけてぶってやるとか言った時、ご褒美って言われるんだぜ。この界隈。人に読んのかもしれないけど。嬉しいよな。闇上がりのくせに。なんでなんでいいじゃん別に。闇上がりでも、人をぶったって。人につばかけたって。いいじゃん。病気治ったらつばちょうだい。感染気にすんのやめてもらって。ネイリつけてから頼むよ。キモい！あーキモい。ほんとに。やだ。人の唾とか絶対に嫌なんだけど。嬉しい。リアルに言ってる。それさ、コメント欄で、なんか、そういうノリだから言ってんのか、本気でさ、私がじゃあ、右手に唾ピーってつけてさ、バーンって顔叩いてさ、嬉しいの？本気で嬉しい人ってどのぐらいいんの？ちょっと気持ち悪い質問でごめんね。チューできない。チューとさ、唾つけた手でピンタは別の話じゃない？ちょっと待って。あ、ノリなんだ。うん、なるほどね。なんか普通にの、いっぱいいる。手挙げてる人いっぱいいる。怖い。汚い。いや、汚いよ。覚えとこ。手挙げてるやつ。手挙げてるやつ覚えとこ。うん、きっと、いじめられるのが好きなんだろうな。いや、いいと思うよ。愛じゃない？それも愛の一つなんじゃない？それも愛の一つだと思いますよ。妻だって妻すら愛してくれるってことでしょ？嬉しいな。今だったら、でも、映る数じゃないからな、今。私、映せないね。下げた方も覚えてよ。いや、下げた方も覚えとくね、じゃあね。覚えとこうね。想像したら汚いと思うと同時にちょっと嬉しい。なるほど。まあでもなんか、嬉しいって言われるの嫌ではないな。